ザ・フォーブ・フォーはアメリカ合衆国出身のバンドで、ビートルズのトリビュートバンド。1997年にアメリカ合衆国カリフォルニア州にて、ジョン・レノン役のロン・マクニールによって結成された。ビートルズの楽曲のみならず、各メンバーのソロ曲のカバーも披露している。なお、ビートルズのメンバー役のみならず、エド・サリバン役も在籍しており、ライブにて進行役を担当している。 派生プロジェクトとして、ビンズバンド、ジョージ・ハリーズさん、ラット・ロマニアがある。2019年時点での主な編成は、レノン役のアダム・ヘイスティングス、ポール・マッカートニー役のアーディ・サラフ、ジョージ・ハリスン役のギャビン・プリング、リンゴ・スター役のジョセフ・ボローニャの4名。1997年、マクニールを中心に結成。南カリフォルニアを拠点として、活動を開始した。 2000年に放送されたテレビ映画ザ・リンダ・マッカートニー・ストーリーに使用曲の演奏で参加した。演奏曲は I want to hold your hand プリーズプリーズ n カンザスシティ2003年にハリウッドボールにてビートルズが同乗でライブを行ってから37周年となることを受け記念公演を開催2008年1月29日放送のテレビドラマ ドクターハウス第80は、クリスマスの奇跡で、ザ・ハブ・フォーが演奏した、ザ・リトル・ドラマー・ボーイが使用された。2009年9月9日に発売された音楽ゲーム、ザ・ビートルズ、ロックバンドの、モーションキャプチャーを担当。マクニールが、ジョン・デノン、サラフが、ポール・マッカートニー、アマドールが、ジョージ・ハリスン、サンド・オーバルが、リンゴ・スターという編成となっている。2012年1月に、 PBS にて特別番組、ザ・ファブ・フォー・ザ・アルティメット・トリビュートが放送され、翌年にエミー賞を受賞した。2013年に発来日し、3月30日にマイハマアンフィシアターで開催されたビートルズのファンイベント、ワナビーイ b e 祭からなりきじビートルズ。やと、やと、やと、に出演。2017年5月に、ウェストハリウッドにあるナイトクラブ。 ウィスキー・ア・コーゴーにて、ビートルズのアルバム、サージェント・ペパーズ・ロンディ・ハーツ・クラブ・バンドに、収録の全曲の演奏を行った。この模様は、アクセス・ TV の、ザ・ワールズ・グレイテスト・トリビュート・バンズにて放送された。2018年より、レノン役として元ブートレック・ビートルズのメンバーである、アダム・ヘイスティングスが参加。同時に創始者のマクニールが、レノン役から一時的に外れ、 裏方に回った。2020年、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、ストリーミング配信でのライブ活動を開始。同時に、レノン役であったマクニールとスター役のサンドオーバルが、復帰した。同年5月には各メンバーが自宅で、ヒアカムズ・ザ・さんをリモート演奏した動画が公開された。ハークは、2008年に発売されたアルバム。 本作は2002年10月16日に発売された Afab for Christmas と Have Yourself, Afab, ウラスリトルクリスマスに収録の全楽曲をリマスタリングしボーナストラックを2曲追加して再発売されたもの。収録の楽曲はいずれもクリスマスソングや賛美歌をビートルズの楽曲のアレンジでカバーしたものとなっている。ザアルティメットビートルズ a リビュートインコンセールボリューム1は 2002年と2011年に発売されたライブアルバム。本作には2001年夏にディズニーランド内のトゥモローランドテラスで開催されたライブの音源が収録されている。TB スペシャルサウンドトラックは2013年に発売されたライブアルバム。本作には2012年1月にペチャンガリゾートカジノで開催されたライブの音源が収録されている。 公式サイトで販売が行われている。また、ジョージ・ハリスン役のギャビン・プリングと、リンゴスター役のエリック・フィドルが参加した初の作品となる。ありがとうございます。